米ぬかを入手した。タケノコは生えてるかな？あったけど、ちっこい。草いちご。立派なタケノコがあった。小さいメジナを狙います。すごく濁っているな。玉浮き釣りです。餌は粉とオキアミのみ。始めましょう。速攻、当たっている。餌取りがいるなー。念仏台。速攻、念仏台に餌を食われるー。ノーカットで撮影してみる。餌が食われている。針が刺さったようです。毎年恒例行事、メンマを作ってみよう。メンマにするのなら、育ちすぎたタケノコでオッケーです。味見をしてみよう。えぐい。夕方になるまでビーチ工事機でもしときます。缶詰発見。食べかけはいらないです。ラッキー池田。釣りゴミなので私が処分しときます。
釣りを再開します。浮きが横に動いてる。5時です。念仏台しか釣れないです。場所替えをします。歩きにくいよー。タケノコを茹でます。じゃんじゃんバリバリー。米ぬかを入れます。アクを取り除きます。米ぬかを補充する。味見をしてみます。オッケー、えぐみなし。明日の夜まで煮汁に漬け込んでおきます。追い込めぬか。釣りの続きはここでやります。ここは波があるので、トロい魚はいないはず。ベラ。念仏台以外が初めて釣れた。うおー。はい、10個イメジナが釣れました。焼きメジナは、食ったことないです。
あとは、浮きが引きずり込まれるシーンが欲しいのだ。撮影しだすと、釣れなくなるんだよね。ピコピコ。初グーフー。もう、午後6時過ぎです。暗くなる前に帰ります。逃がす。今日は、大汗かいたので、頭がぼーっとする。また、会おう。また、会おう。ミネラル麦茶が飲みたい。ちょこっとだけ、ここでやってみます。念仏台がいなくなっていれば、いいのだが。お家に帰ります。一日後。それではメンマ作りを再開しましょう。緑色が黄色になってる。これは、冷凍保存しときます。味付けします。じゃんじゃんバリバリー。水を1カップ。熟成鶏ガラスープを1パック。これで作れば、間違いなく美味しいメンマを作れます。醤油を適量。
味見をする。鶏ガラスープをもう1パック入れましょう。ごま油を入れる。はい、完成です。いただきます。まずは、穂先メンマ。かなり美味しいです。竹になりかけメンマ。市販のメンマより明らかにうまい。カッター。おいしそうだね。お願いします。